話だったな。みんな頑張れよ。ジャニー、みんなのアイドルコン様の出番はどこ行った？責任者出てこい。てめえの存在はどうでもいいんだろ。せっかく新しい綿入れて待ってたのにな。ありがとな、花太郎。すっかり元気になったぜ。僕にできることはこれぐらいですから。花太郎がいる限り大丈夫だ。よし、一号どんどん切られてこい。絶対に嫌です。パーッとな。スパーッと。嫌ですってば。バシッとな。そういや、最近飯食ったか？腹減ったよな。じゃあ食堂に行きましょう。よし、チャーハン食いに行こう。ああ、そっちじゃねえよ、こっちだ。おかしい、いつまで待っても奴らが来ねえ。ケンちゃん待ちぼうけ。おお、ここだここだ。な、なおちゃん、いよいよ僕たちの大活躍する時が来たよ。な、なおちゃん。チャド、どうあのおっさんと戦うのか。もうどこに隠れてるのかな、うん、そうらしい。ここだよ。大丈夫なのか、あのおっさん。なおちゃん、うん、鈴が一つ外れてるよ。そうか、ちょっと待て、すぐ直す。その頭自分でセットしてたのか。男の身だしなみを。ケンちゃん器用。てめえの頭もしてやろうか。いや結構です。遠慮するな。そうですか。見たか一応、これがうちの隊長の力だ。まだ勝負はついてねえ。こっから逆転するぜ。おう、どうやって。それはねえ、俺も楽しみにしてるぜ。ケンちゃん嬉しそう。頑張ります。ここでザラキ隊隊員募集のお知らせだ。隊長の戦いに感動した熱い野郎ども、集まりやがれ。今なら副隊長があだ名をつけてくれる特典付き。申し込みはまだらめ一角か、綾瀬川由美地下まで。待ってるぜ。勧誘してんじゃねえ。いよいよ物語も佳境じゃ。この辺りでわしの秘密も明かしておくかな。どんな秘密か予想できるか。人の言葉は喋れるが猫語は話せない。毛の色を黒く染めていた。実は犬だった。ピンポン、貴様らわしを舐めておるな。よるしさん、どうやって猫に変身してたんすか？やっぱり特別な軌道とか？猫の着ぐるみを着ていただけじゃ。なるほど、そうだったんすね。そうかそうか、着ぐるみだったんだ。案外簡単に変身でき、石田くん、結局私たち何万体にしておこうか。なんか、タイごとに特徴とかあるのかな。きっとあるよ。お花が好きなタイとか、歌が上手なタイとか、ギャグが得意なタイとか。井上、死神の仕事、理解してねえだろ。最近俺の出番が減ってるような気が。案ずるな。よるいちさん、次回も貴様の出番はない。え、石田が一人で頑張るそうじゃ。任せておきたまえ。早く挽回を身につけねば、貴様の出番は永遠に来ぬかもしれぬな。え、頑張ります。参ったな。一遍この姿になるとしばらく元に戻れないんだよ。食事はともかく、シャワーも浴びれないし、ちょうどいい大きさの瓶はあったか。あ、ちょっと水をかけるんじゃないよ。混ざるじゃないか。思ったより不便なんだ。6番隊のローンは飯がまずかったぜ。3番隊のローンは日当たりが悪かったよ。5番隊なんかゴキブリが出たのよ。これは改善の余地ありだな。てめえら何のためにローンに入れられたか分かってねえな。シロちゃんも入ってみたら。入るか。ダメだ、腹減って修行に集中できねえ。仕方ないの。ほれ、わしの非常食じゃ。サンキューってなんだこれ。これはささみをゼリーで寄せてある。そしてこっちは毛玉を取り除くための。あんた人に戻っても猫缶食うのかよ。結構いけるぞ。え、店長、今度こそ絶対に安全な栄養剤を用意しました。いや、もう大丈夫ですから。勇敢の産業広告で見つけた通販で買った最新の漢方薬で。その段階で怪しいですよ。万病に効くそうですぞ。海炎殿、私に救われる価値などありはしない。自分は沖竹隊長殿をどこまでもお慕い申し上げております。ずるいぞ小椿、自分も隊長を尊敬しているであります。俺様なんて四六時中隊長を尾行しております。私だって常に隊長の予定を調べて先回りしております。犯罪だろ。ボハハハ、全国のバッドスピリッツに悩まされてる諸君、我々カラクラスーパーヒーローズがあなたの悩みを即解決。今なら金利手数料は全て無料。さあ声を合わせて。次回元の話に戻ります。次回10月4日は午後7時55分からブリーチゴールデンにドカーンと進出。最強の死神続々登場。限界ギリギリ血は筋肉踊る大決戦スペシャルを放送だ。いつもの時間と違うから気をつけろよ。テレビをつけっぱなしにしとけ。後帝13隊上級全権総軍団長コン様だ。